こんにちは。まだ家です。こちらまだ家です。こんにちは。イエーイ。みきやくん星ありがとうございます。準備配信、暑くて溶けました。会場ヤスルパンさん、クマありがとうございます。炎天下の中45分ほどグッズの列に並んでますって。いやー、ヤスルパンさん、クマありがとうございます。それは大変。グッズって何かあったっけ？何目当てですか？あちあちですね。ミラクエルさんありがとうございます。ウダムさん、パインありがとうございます。ユンさん、かわいいありがとうございます。クリアポスターゲット。歴代シングル衣装のグッズとか出てる？もしかして。服部さん、ウィンク。ありがとうございます。ファッションどうしようか悩み中。あ、まだ行ってないんだ。歴代シングル衣装のグッズもだっけ？私は息をする心じゃないわ、なんだっけこれ。君は何を後悔するのかが、君は何を後悔するのかです。君は何を後悔するのか、これですね。こんな感じのグッズになるんだね。こんな感じです。アクスタ。日差しで画面が見えません。え、めっちゃわかる。私も昨日散歩してたけど全然画面見えなかった。そうだよね、残念。もう必死にこうやって携帯の画面隠しながら、こうやって影作りながら見てた。こう見たら髪が短いですね、この時。6月ぐらいに撮ったけど伸びてるわね。ミディアムって感じ。2ヶ月ぐらい経ったかな。韓国行く前日に撮ったので。確かに休憩場所があるんだ。てか屋台も来てるんだね。リネちゃんが乗せてた。メディアムレアが好きですね。お肉かよ。屋台のアイス食べました。いいですね。こんにちは。
対暑いよね。器歴代衣装のものが良きですねって。そうなんです、新グッズですね。スーパーボールすくい言ってた。へえ、いいの。こんにちは。やる時間あるかな、ついてから。どうなんだろう。こんにちは。誰と一緒なんだろうな。こんにちは。広島に向かってますって。待ってるよ。広島市内何度ぐらいなんだろうって。何度ぐらいなんだろうね。iPhone のお天気だと33度。会場は確かに人混みだし、人混み言い方がひどいな。人の大群。暑いよね。人混みのような。でも人混みって言うじゃん、人が多いところ。人混みだって。悪意なく、悪意ないです。人混みです。すごい人混みねって言うかな。すごい人がゴミのようだとか言ってないですから。これ昨日の残りのラテ、もうないです。出た。こんにちは。ね、人混み、そうだね、そっちのゴミだもんね。え、なんかさ、人混みって発言したらなんかゴミって言ってるみたいで、あって思ってさ。会場は人混みだからって。人混みだもん。こんにちは。準備しよっと。ゆうちゃん、ハイビスカスありがとうございます。人間の大群ですね。ほんのほんの、準備しましょう。ちょっとだけメイクしていこうかな。行ってからメイクだからちょっとしといたら楽かな。下地ぐらいしとこうかな。こんにちは。いやいや、まあでもね、たっぷり時間はあるんですよ。メイク時間2時間ぐらい。メイクしてから着付けだから結局浴衣には合わせれないんですけど。ティーライダーさん、ハイビスカスありがとうございます。結構あるよ。だって私本番っていうか2時間はあります、メイク時間。だから時間もあるけど、
サイズさんありがとうございます。やあやあこんにちは。ご飯食べ終わりました。いいね。こんにちは。スピーカーのおもこりの音量がでかいですって。それスピーカーの近くにいるんじゃなくて、あなたが。化粧水かけてみた。アルパーク近いもんね。いいじゃん。こんにちは。スピーカーの近くにいたらうるさいよ。エアコンはもうここ3日ぐらいずっとつけてます。一回も切ってない、外れても。レッスンとかもつけていってるので。並んでるので離れれません。でもいつもライブって音量めっちゃでかいからさ、慣れてるでしょ。ライブの方がでかくない？ STU 最初びっくりするもん、オーバーチュアの音量、音量のでかさに。超でかい。こんにちは。無理するよ。友達が電気代5万かかると言ってた。一軒家。こんにちは。そんなかかる？エアコンがいっぱいあるんじゃない？一軒家ならありえるけど、一人暮らしで頑張っても1万ちょっとしかいかないですよ。結構私もマックスでつけてるけど。猫さん音符ありがとうございます。音符、あ、4人か。それなら行きそうだって。1人1万円だったら4万円でしょ。リビングとか行きそうですね。それは一人暮らしで1万ちょっとですね。この後お出かけって。そうだよ。こんにちは。ね、部屋が多ければそうぐらい行きそうです。5時間目は両方とも完売したねってね。5、6だっけ、4、5だっけ。今日私は4、5か。4時半。4時間目お始末しようか迷ってますって。するべきでしょ、それは。
4、5か4時半っていうのはわかるけど、4時半からのが何時間目なのかわかんない。4、5になるのか。こんにちは。暑いね。なんかクーラーつけてても暑いわ。26度。こんにちは。世間もお盆休みで長い人は9連休ある。確かに土日から始まったら、確かに土日月火水木金土日ってこと？いや、カラオケステージ神手でした。あ、決まってるんだ。目の調子は今は大丈夫です。大丈夫。毎日心配してくれてるじゃん。今のところは大丈夫です。席出てるんだ。お墓参りね、行きたいなと思ってます。11連休長っ。いいじゃん、いいじゃん。でも11連休もしたら仕事に戻れなくなっちゃうよ。やだーってなる。こんにちは。あ、お墓参り行ってきた。早い。こんにちは。15連休半月やん。もう私もでも結構、いやそんなにないな。ね、10連休もしたくないよね。嬉しいのは5ぐらいまでですわ。5連休。こんにちは。喜べるのは5ぐらい。7とか8とかになってきたら。夏休みはないですけど、軽い休みはあります。学生は夏休み。そうだね、9月までとか。こんにちは。ゆうたパパさん、かわいいギフトありがとうございます。海外旅行か。確かに今混んでないんかな、海外ね。いやいや、もう1時間ぐらい経った。グッズ、それはやばい。水飲んでる？倒れるよそんなね。松山から韓国行きたいけどね。絶対いっぱいでしょ、予約で。こんにちは。お盆はちょっと無理だな。
スピーカーから頑張れって聞こえます？頑張れ頑張れ頑張れ。地震の影響で海の海禁止、偉いね。でもそうやって禁止してくれて。こんにちは。グッズ並び頑張れ頑張れ。せーの。どうやって来てるの？バス？新幹線？バス？愛媛滞在2時間。早っ。在来線です。電車。こんにちは。さっきまで温泉に入ってました。なんだと。そんな優雅な朝を過ごしたのか。あ、てかおはようメール送ってないな、今日。今思い出した。こんにちは。おはよう。松山から宇品に船で行きます。そうだね、船行けるから。そうだ、おはよう。起きてから軽く準備して配信始めたからメール忘れてたよ。ミニマロンさん、ハイビスカスありがとうございます。今日はおはようツイートをしてから二度寝がなかなかできなくて困ってた。いつも結構30分以内で寝れるけど、1時間半も2時間も寝れなくて寝れないと思いながら、気づいたら11時半のアラーム。二度寝、そう、二度寝するよ。おはようして二度寝します。こんにちは。でもなかなか寝れなかった。おはようメール送りたいけど携帯がないから今無理だ。はじめまして。コンディションばったり。でも最近は地震が怖くて夜全然寝れないんですよ。意外と心配性なのでね、明るくなってからじゃないと不安で寝れない。夜寝れないです、本当に。こんにちは。乙女みたいじゃんってね。だからツイッター開いてもさ、 TikTok 開いてもさ、ずっと流れてくるじゃん。だから明るくならないと。寝れないんですよ。そうなんです。こんにちは。ね、よくそんな夜すぐ寝れるよなと思いながら、みんな羨ましいです。ね、
そう、意外と繊細なんですよ。繊細で心配性だから、もう気になって気になって寝れない。この1週間は。こちら。電気消すのもやっとです、もう。消したけど。今日は消せた。昨日はちょっと。今日の夜、昨日の夜か。昨日の夜、今日の朝。ね、準備しなきゃ。え、でもモバイルバッテリーは2つある、充電。初見です、こんにちは。あとはメガネやな、メガネを絶対忘れない。メガネ、コンタクト。水あるよ、水あるけど。こんにちは。メガネ一番大事だから、何も見えない。充電しようかな。近くのスーパーで水完売、やばいね。ね、サーバーの交換用ボトルから飲むしかないけどさ、あれ15リットルだから重たいから運べやしないわ、普通に。家では、家。ウォーターサーバーの水のストックがあと1個になっちゃったんだよね。ボトル頼んどこうかな、アマゾンで。いや、お水は送れないです。頼みましょうね。でもお水ってさ、意外と賞味期限あるじゃん。だから、水運ぶ用のカート無理やろ、大きさ的に。いや、2年も持つ？こんにちは。ウォーターサーバーの水はね、半年ぐらいなんですよ。早いよね。新鮮な水だからかな。こんにちは。ウォーターサーバー低電池使えない。そうだね、それはそうだ。これは1時20分までです。電気止まっても水出るのって。電気する、出るんかな。冷えはせんけど出るんかな、押したら。はいよー。ね、15リットルはちょっと重すぎて逃げれないわ。ね、出そうな気もするよね。どうなんだろう。冷えはしないけど。あ、落下式です。上にボトルをえいってやってるやつだから出るかもしれないな、もしかしたら。レバー押したら普通に。
んにちは。ゆきりかの配信終わったら何したらいいですかって。お席にどうぞ。こんにちは。勝手にしろ。にしろよ。遊びに来たよ。ヤッホー。ヤッホー。ワクワク。一応メガネ持っていっとくか。どんな浴衣かなーって。どんな浴衣だろうねー。もうバーバメガネ姿の雪梨花は見えないです。あとは浴衣のグッズを受け取らなきゃいけないからお金。どんぐらいで足りるかな。でも怖いな、守っていったら。もういっか。ペイペイにしようかな。浴衣の受注グッズみたいなやつを頼んでるんですよ。こんにちは。紹介状で届いているのでお支払いもお願いしますって来たから、そう、ございます。普段はペイペイ派です。この前ペイペイで買ったよ、グッズ。今日使えないの？この前使えたよ、ペイペイ。そうなの？なんでこの前使えたんだろう、逆に。この前買った私のクリアポスターとかペイペイ行きました。なんでだろう。日によって違うんかな。日によって違うんだ。危な。じゃあペイペイでいいやって思ってたら払えんかったやん。こんにちは。日による？なんじゃそりゃ。ペイペイ。ね、この前も使えたよ。何でも何でもいけますみたいな。ペイペイ、いろんなカードも。
この前のリアルお話し会は何でも使えた。こんにちは。ピーピー。ID 派 ?ID? グッズ売り場全然進まないです。やばいね。なんでだ。こんにちは。大渋滞。窓口が少なすぎる。確かにこの前のお話し会一つだったよ。お会計の場所、スタッフさんは何人かいたけど、お会計の場所は奥の一つ。確かに他のアーティストさんは10カ所ぐらいあって、どこでも払えるみたいな、8カ所とか。そう言われたらそうですわ。一人ずつだね。もう4人いてもさ、レジは1つしかなくない？この前はそうだった。2つ？今日は。あ、でも袋はくれない。他のところも。他のアーティストさんとかも袋はないね。レシートもないとこないです。ペイペイカードで払ったら証明書みたいなの来るけど、現金で払ったらレシートないです。こんにちは。レシート欲しいよね。オフィシャルショップの品数増やしてほしい。確かに、どうなってるんだろう。オフィシャルショップどんどん増えてんかな。経費で落ちますかって。経費で落ちるでしょ。私は領収書自分のグッズ。初見です。こんにちは。初見じゃないです。あともうちょっと、あと10分ぐらい。あと10分ぐらいです。そろそろ会場に向かう。でもまだ結構早くない？ 4 時半だよ。ペン持参しようかな。カラフルなペン。さすがに会場にあるか。とか言いながら持ってってみようかな。私の私物ですって分かるように胸浮きって書いとこ。あー、中身が全部出た。
ね、これは胸雪の私物ですって分かるように書いとくわ。これは胸雪のですって。あ、水星か。これ水星はダメやな。水星。あ、これも水星か。あ、これが油星だ。テプラ送りましょうかって。もう間に合わんのよね。今欲しいんだ。これで書くか。見えるように大きく書いとこう。わ、細っ。なんか自分の私物にさ、名前書くのって小学生みたいだよね。小学生ぶりじゃない？理科までいるかな？理科も書いとくか。小学生の時は全部に名前書いてたけどさ。胸雪リカって書きました。主張強い。確かに小学生一本一本テプラとかしてたよ、このペンに一本一本。胸雪リカ、胸雪リカ、名前書けって言われてた。ノリとか全部、消しゴムとかノリとか、ちゃんと書いたけど細い毛見えるかな。これは私物ですと持っていく。ね、名前書かなきゃね、いけないよね。誰のか分かんなくなるもんね。影もつけておかないとって。え、立体的に立体的な文字。え、でもマスキングテープ剥がれそうで怖いじゃん。剥がされたら他人のものになっちゃう。もう直接書くし、まあ、捨て剥がされたらそれはもう私のものじゃなくなってしまう。立体的な本当は求めていないです。謎の警戒心ね。ペン、もし剥がされてしまったら。奈良さん、ハイビスカスありがとうございます。そんなメンバーサークルグループ嫌だって。いや、 STU はそんなメンバーさんいないですよ。誰が取りそうですかって。誰も取らなそうですよ。貸さないようにねってね。でも悪意なく返すの忘れちゃう人多いので、悪意なくね。ね、何もなくなったことないですよ。そう、でも昔一回なんか船の時になんか現金をそのまま置いてるメンバーがいて、ロッカーに誰のか分かんない現金バーって生で、財布とかに入ってなくて現金バーバーって置かれてあって、割と大きめな
でもそれなくならなかったんですよ。でもちょうど奈々さんがいる公園で、岡田奈々さん、僕の太陽公園で、 STU は平和だからなくならないけど、普通はこんなことしてたらなくなるから気をつけてねって言われてた。なくなってなかったです。誰もなく取ってない。すごいでしょ。何時間もあったけど、ずっとあって、そう。二期生が平和だからいいけど、普通はなくなるから気をつけて、みたいな。注意を受けたことがあります。私のじゃないよ。さぬきさん、パイナップル、ありがとうございます。だからそれぐらい物がなくならないです。なんならいつも忘れ物が多いぐらいのレベル。そう。誰も取らないですよ。怖いじゃん、そんな。だから消えないですよ、何も。何も消えない。逆に忘れる。ドッキリと思わなかったよ。誰か置いてるんだろうなぐらいで。ヨイタパパさん、アイス、ありがとうございます。でもそもそも置いてるのも気づかないよね。でも気づかないとかもあるけど。誰のだったかは秘密です。知ってるけど。あと5分。そうだからいい人ばっかりです。何もなくなったりはしないですよ。平和なんでね。商品が良くなくなってた。だから言ってくれたんかな、奈々さんが。普通はなくなるから気をつけて。二期生に。いや。平和ですよ。平和。何時まで？20分までです。20分。化粧品はね、なんか忘れる人めっちゃ多いよ。 STU 本日の忘れ物ですって毎日 LINE 来る。本日の忘れ物です。写真。本日の忘れ物です。一回本日の忘れ物ですって5個ぐらい来て、その3つぐらいがなっちゃんの私物だったことある。ほぼなっちゃんで、めっちゃ面白かったことある。写真からさ、これとこれとこれ私のです。こんにちは。忘れるんですよ。舞台裏とかにリップとか持っていくから、それでそれを取って帰るの忘れるんですよ。舞台裏とかにメイク直しを持って行ってるメンバーとか、それを終わった後に、いや全体ラインで直らなくていい、個人でいいです。そうで、私はもともと舞台裏にメイク直しを持っていかない派なんですよ。だから忘れない。けど持っていくのはメンバーは忘れちゃう、帰るときに。それをそうですね、一番忘れやすいのは裏の、舞台裏に置いてたものを終わった後にそのまま帰っちゃう。こんにちは。そろそろだな。じゃあ終わろうかな。
リップ持ち歩きそう。でも私ね、取れないリップだから取れないんですよね。本番中に直さなくてもいいんですよ。だから直さない。そう、メイク直し不要の女。取れないリップ使ってるんで。ピンクの浴衣素敵。そう、去年の写真探した。朝あれ。じゃあ読みます。13位ゆうちゃん、12位ミラクールさん、11位ポワロンさん、10位ドンちゃん、9位ムーランさん、8位アラレさん、7位ミニマロンさん、6位ゆうたパパさん、5位タカヒロさぬきさん、4位ハットリさん、3位ミキヤくん、2位ウダムさん、1位ヤスルパンさん。ありがとうございました。それではこの後会いましょう。まあ4時半ですけどね、お話し会は結構先ですけど、まだ2、3時間、3時間ぐらいということで、またね。また夜、また夜かな、配信の方は。またね。